ださいそれではジャニーズ匠の会開演すごい楽しそうどうですか皆さん居心地いいですよね。いいよね。全然いいんだよ。風も全然しのげるし。だからやっぱりあったかいですよね。あったかい。あったかい。ちょい雪降ってきますけどね。削られた雪が。削られた雪がね。ひとまず鎌倉の完成を祝して乾杯。やっとスタートなんだ。やっとなんだ。やっとスタート。結構かかったね。もうちょっと終わったからね。終わったからね。稼がるんだ。あ、美味しい。あ、冷たくてもいいね。鎌倉の中なら。これ鎌倉作らないと。いや結構感動してますね僕は、うん、これいきなりじゃあ4人で喋りましょうとテンション違うよね、うん、違う違う旅館で喋るのとは違ったかもしれない違う違うやっぱり4人で一つのことやったから、ね、そうね絆がそうですね絆生まれてますね謎な、ね、それでは早速長野が作った完全シチューをいただこううわすげえ思ってたのと違うちょっと黄色いですねかぼちゃの黄色もちょっとあるけどあとチーズだねへえなるほど匂いがすごい匂いがするね鎌倉でシチューなんてねお味はもちろんうまみうまみ出てますね出てるでしょ、うん、俺幸せだこんな幸せってあるんですねうまいねここで食べるとまた全然違うね食べ歩くのと自分で作るのとどっちが先だったんですかうーん食べ歩きの方が早いかな一番予約ですごい昔から取ったってどのくらい前からですか今一つあるよすごいの4年後に予約してある何飯ですか4年だって4年後でどの辺にあるんですかまあ都内都内もう全然10年手帳に予約書き入れてたよ10年手帳ってめちゃめちゃバズじゃないですか3650ページぐらいあるってことですよね多分ねなんか一回なんか坂本くんが肉が食べたいって言って牛を見に行くああ行った牧場連れてった牧場連れてった牧場連れてってその牧場でバーベキューやったのすごい光景ですね楽しそうだ集中するじゃないですか絵描いててお腹すかないんですかそういう時ってほぼ食ってない食べるの忘れちゃう忘れちゃうそんなに夢中になるんだえ、小説もそうでしょでも僕は自炊するんですよあの息抜きに運動しなくなるじゃないですかこもるからだから、まあ、ちょっとカロリー制限したりとかするのも自分でやると全部わかるんで、うん、でもすごい制限してた時はで小説書いてると性格悪くなってきますね当たりじゃないけどすっげえ遅刻してくるメンバーがいるとおー俺頑張ってんのにみたいなちゃんと助けて似合うなね、似合うねへいへいちょっとそこの侍さんその娘貸してもらえませんかねその切れ長の目、バッチリすると跳ねや。お主、まさか亀梨か。だとしたら何じゃ。お命頂戴するまで、かかってこい！行け行け。もう抜け勝ちだ確実に切られてるからねでもこれダメですね抜けないっていう抜けなかったいやこれ抜刀できなかった抜刀しようとしたら鞘ごとずれてきちゃったっていうね勉強になりましたテイク2はいお願いしますすいません嘘だろプロだろ申し訳ない亀梨テイク2かかってこいあっちゃっけいいよ1個目いいねうんI'm samurai 設定は何か言えって言われておーいいねすごいね怖いいったいいねあと一人回転切り回転切りあと一人覚えてたんやなやっちまった
どうでもいいが予想外に盛り上がる縄文式釣り大会。マジか、はあ、見えたのに。そこでしたね。完全にでも入ってたよ。大野さん、万歳したままあっちまで下がっていきます？6メーターぐらい。糸を手繰り寄せる時間を短くしたいので竿を持って走る作戦。走ります、僕。すると再び大野の竿に当たりが。まだ甘いな。え、うわすごい。いや、まだだ。かかってますか。もっともっと、あれ、あ、もっともっともっと。マダイが水面に上がった。しかし、あと一歩のところでイケスの切れ目から海へリリース。社長、社長楽しんでる。でも魚取れたんだ今。見たんだ。魚見やしまいな。もう大野さん、こうやって僕がライン引きましょうか。の方がいいかな。泣いても笑っても残り時間はあと5分。お兄ちゃんプレーで。いけ。再びヒット。やばいやばいやばい。腑に落ちない人のためにもう一度見てみよう。そうだね、リプレイ。大野がほぼ何もしていない中、自分たちが放流したタイを全力で引き上げる海の男たち。やったー。喜べたね。そこには釣り人として忘れかけていた感動があった。そうだね。